まで、この足引きますと、ね、足引きから中にまずお願いします。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 はいはいはい、もっともっともっと。で、ごめん、今ちゃんもっと上に上がろうかな。はい、で、じゃあ、彩香さんちょっと下がろう。これ、レーティング映えしますよ、これ。レーティング取っとかないと。はい、はい、で、今ちゃんそのまま、いや、次、次、もうちょっと戻ろう、もうちょっと戻ろう。はい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 。はい、じゃあカメラ準備よければ。ワン、ツー、スリー、笑顔。はい、ワン、ツー、スリー、笑顔。はい、ワン、ツー、スリー、笑顔。はい、カットです。じゃあみんななるべく今度腹筋使って足を上げながらとか、そんなことやる人もいたらいいの。はい、いきますよ。はい、よーい。はい、笑顔。カメラ。みんなカメラ基本見てるよ。はい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 。お互い見合ったりとか。はい、カメラ。はい、カット。この色、私が一番好きなやつですよ。ミントグリーン。はい、じゃあ行くよ。じゃあカメラ回してくね。回して。じゃあ回してくからね。はい、みんなもう同じ動きをしないよ。ずっと動いてて、ずっと動いてて。じゃあワイド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 。いいですね。ナイス。みんなボール投げて、全然ボール投げよう。ボール投げよう、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 ボール投げよう。はい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 。カメラにボールがくっつきました。誰か撮ってみよう。本人です、本人です、本人です、ほら。カメラ突っ込んで、はいはいよ。で、今度、はいはい、そのままカメラ突っ込んでって、はい、前からカメラ掴もう、カメラ掴もう。カメラ掴んで、ブーブー左右に、右、左、右、左。ダメだ、それはダメだ。はい、一回カット。はい。せーの。みんな、じゃあ皆さん、結構自由にやってください。まず、で、カメラ掴んで、はい、行くよ。はい、待って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 、行くよ。はい。3、2、1、出てきて投げる。はい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 、はいはい、いいですね。はいはいはい、はい、まやちゃん行くよ。もっと奥行くよ。じゃあ今度まこちゃんの方行こうか。まこちゃんの方行くよ。はいはい、奥奥奥奥奥、はい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 、じゃあ今度りくちゃんの方行こうかな。りくちゃんの方行こうか。はい、リクちゃん、リクリクリク。うわ、ダメダメ、埋めたら使えなくなったから、はい、いいね、はい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 。はい、ちょっとリバちゃん、リバちゃん、リバちゃん、はい、みんな、はい、かけてあげて、ボール。リバ、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 はい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 。はい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 。はいはいはい、いいです、いいです、いいですね、はいはいはい。誰のイヤリンじゃないの？まゆかさんです。これは無理だな。まゆかちゃんの絵が結構目立つよね。ごめん、女性陣なるべく入って探そう。もうせーので、商品見せるけど商品振っちゃったりすると見えなくなっちゃうから、持ってて、でお互い2人に見せ合って、ほら見て見て、これ美味しいんだよみたいなこと。はいはい、でいくよ、アクション。ほら、はい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 、まこちゃんもっと顔見えたいから、はいはい、もう一回やろうか、もう一回見て見て見て、はい、りおちゃんももうちょっと顔見えたい、はい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 、いいんじゃないですかね。はい、カットします。はい、優秀、よーい、アクション。ほら、はいはい、でお互い見合って、
はい、まずじゃ顔にかぶってるな、商品が。はい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 。いくよ。はいはい、いいね。はい。で、お互い顔見合うと。はい、カットです。じゃあ、まいちゃん、それを商品をカメラに向かって、フォーカス。はい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 。カメラ、うい。いいですね。はいはいはい。で、カットします。はいはい。一回撮ったら、もう一回やるんで、商品近く置いておいてくださいね。何個か。アクション。はい、カットです。はい、よーい。アクション。くっつくよ、もうくっつく、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 はい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 、はい、そういうことです、そういうことです。はい、カットです。はいはい。はい、できます。はい、スタンバイ。アクション。はい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 。で、カメラどんどん通るの。おー、はい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 。いいですね、いいですね、いいですね。今度、8人もね、もっと全員近づいちゃおうか。ギュッと、ギュッと出しちゃおう。ギュッと、ギュッと、ギュッと。はい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 。いいですね、いいですね。はいはい、かわいい、かわいい。ナイスナイスナイス。いいよ、もう投げて、投げて、投げていいよ。投げていいよ。はい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 。いいですね、いいですね。はい、カメラも来ると。はい、もう一回行こうか、それもう一回行こうか、もう一回行くよ。はい、潜る。はいはいはい。はい、よーい、どうぞ。はい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 、いいですね。ナイス。はい。よーい、アクション。はい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 、もっと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 もっみんなでじゃれ合ってそういうシーンとかを撮影したんですけど、すごく二重らしさが、すごい素の二重らしさが出たんじゃないかなと思いますし、すごくなんかこのフィッツの CM とすごく私たちは合ってるんじゃないかなとちょっと私は思いました。私たちはそのフィッツさんのガムとかをよく食べていたので、そのフィッツさんに私たちが出演できるって聞いた時は本当に嬉しかったし、私たちがその出演したことで皆さんにもこのフィッツさんの美味しいガムをたくさん食べていただきたいなって思います。こうやってロッテさんとこうやって一緒に
このコラボできるなんて思ってなかったので、すごい私たちもお話を聞いた時はすごいびっくりしたんですけど、今回はこのフィッツと一緒に NiziU がコラボするということで、このフィッツの良さも出しつつ、私たちのまたカラーも出していい CM にもなったんじゃないかなと思いますし、すごい私たち自身も今回楽しくやることができたので、すごい良かったなって思います。みんなでボールの中でなんか人を埋め合ったりとか、なんかそうやってわちゃわちゃ遊んでるシーンが見どころなんじゃないかなと思います。なんか普段はパフォーマンスだったりとか、そういうあのかっこいいとかかわいいとか、そういう姿を結構見せると思うんですけど、私たちがこうやって本気でもうワイワイもう自分らしくこうやって遊ぶ姿を皆さんに見せられたらいいなと思ったので、すごくなんか新鮮な気持ちで、あのこうやってテレビに CM として出てそれを見るのがすごく楽しみです。このメンバーに本当にみんなと受かって恵まれたし、今回受かったからこそロッテさんのこのヒッツの CM とコラボもできるようになったので、今回NiziUに受かって本当に良かったなと思います。今回の CM を撮影しながら、この今の瞬間が本当に今日弾けて撮影することができたので、今かなって思います。と遊ぶことが大好きなので、とにかくちょっと疲れたなとか落ち込んだりしたらメンバーの元に行って、あのいろいろお話しゃべったりとか遊ぼうって誘ったりして、あの元気をもらってます。落ち込んだ時とかにメンバーに相談したりして、一緒に泣いて笑えばすごい心に虹が出る感じに、すごいハッピーな気持ちになれると思います。やっぱり私がその心に虹が出る瞬間は、こうやってみんなと一緒にやっぱり過ごしている時が、なんか自分の中で一番自分が出せている瞬間でもありますし、一番心がリラックスしていてすごい楽しい時間なので、こうやってNiziUのみんなと一緒にいれることが私はもう本当に幸せです。